アラブ人はいかつい親父が多くて、僕が会った親父も洗い中を黒く知った感じ。水タバコをふかしながらでっかい目でこっちをギョロリと見つめるので迫力満点だった。イスラム教は偶像崇拝を禁じているので、ガイドにも聖人は写真を嫌うみたいなことが書いてあり、それを見て僕らも写真を撮るときには注意していたんだけど、偶然仲良くなったイギリス人のグループを持っていたチェキで撮ってあげたところ、うう、すっげえ、これ日本のカメラ、いくらすんの、いいなあ、日本にしか売ってないの、かわいい、この写真くれるの、ありがとう、と大喜び。富士フィルム、グッジョブ。すると、なんか背後に視線を感じる。振り返ってみると、そこには新井中が2人に増えてる。クッションに2人並んで座っている親父。ただその目が明らかに僕に語りかけていた。俺らも撮って、恥ずかしいのかなんか知らんけど無言。でもでっかい瞳が4つ期待に満ちた眼差しをこっちに向けている。仕方ないので撮ってあげると、すごい良い笑顔で握手された。さらにラクダを引いた親父も遠くから目で訴えかけてきた。俺も撮って、内気な女子中学生かよと思った。4年前にスコットランドに行った時のこと。毎日天気のいい地方に行く気ままな旅をしていた宿はインフォメーションで当日取り、その日もそうで、紹介された宿は綺麗な奥さんとダンディなご主人が経営するこじんまりとした B&B。 知ってる人も多いかもしれないが、 B&B は当たり外れが大きい。だがここは完璧にアレンジされた花と美しい調度品にびっくりする絵のような部屋だった。だが一番驚いたのは、奥さんが飼っているダルメシアンを呼ぶ声だった。仙台仙台。最初は聞き間違えかと思ったが、せっかくなので聞いてみると、どうやら7、8年前に日本に旦那と一緒に旅行したらしい。日本各地を回ったらしいが、東京とか仙台が非常に気に入り、その後飼うようになった犬に仙台という名前を付けたそうなのだ。犬の名前にしてくれるほど日本が気に入ってくれたのは非常に嬉しくて和んだ。